の翔です。こうです。さあ今日はですね、久々にこうくんにやってもらってます。で、今回の動画なんですけど、なんと2周年。早いですね。はい、2周年になりました。もうあっという間にこの1年、はい、わー早かったですよ。この1年で何本？何本？でも言ってほら、毎週土日しか上げてないから、ね、うん、単純に48本。48本？そう、だから他の人たちからすると数が少ない。だってする人たちって毎日投稿とかやってるから、ね、それに比べたらもう全然少ないし、確かに、なんだろう、有名な人ならさ、その週1だろうが週2だろうが、みんな見てくれるじゃん、けど、で毎日本当は上げたかったんだけど、ちょっとする余裕もなく、だけ頑張って今やって週2かな、その土日だけ上げれるだけなんだけど、何回かちょっとアップしなかった日もあったんだけど、よくまあそれだけのネタがあったよね。まあ言い悪い別にして、なんとか数的には。あとは4月になってからだけど、車を軽に変えたから、それでちょっと遠出するようになったんで、そっからが結構身は詰まってるかなと思います。一応今後もある程度行けるところまでは行こうと思うんだけど、友達に有給を使ってさ、1週間ぐらいその何遠出をするやつがいるんや。ああ、いいねいいね。俺もしたいそれ。で車で行くの。で最初がその京都とか、ああもう思いっきりもう九州出ちゃって、そうそう九州も出て、その京都とか、だから奈良京都、奈良京都とか行ったりね、してたんだけど、一番すごかったのは確か長野県まで行ったんじゃないかな。長野一週間、そうそう、もうすげえなと思うんだけど、正直あんまりそこまで俺は運転、なんていうの、長時間の運転好きじゃないから、好きじゃないからね、なんかそこまではしきらんなと思うんだけどね。思いっきりも新幹線で行くとか、飛行機、もし行くならね、行くならもし行くなら、そうね、自分が楽な方で本当に行きますね。1週間ね、そうそう、1週間休み取れるなら、まあ、出るね、外にね。そう、出るとは思うんだけど、ただ、一人で行くのもなんかちょっと俺は寂しいかなと思って。ちょっと待って、じゃあその人は一人で行くわけ？その人一人で行く。毎回？毎回。それも寂しい。けど、すごい。すごいね、車ずーっと一人で行く。そうそうそう。で、前回行く前に、水木奈々の、曲でおすすめを教えてくれと、運転中に音楽聴くから、でそれで自分が持ってるやつ CD とかだと、何回かしてるとほら飽きが来るじゃん、だからちょっと違うバージョンで曲がを携帯で手に入れようかと思うっていうことで、ですね、まあ10曲ぐらい、ちょっと水木奈々の曲を、まあ俺ベストね、で進めて、それで行ったらしいです。もう覚えるね、全部ね、歌詞を全部覚える。そうそう、それでね、そいつとこの間ちょっとカラオケに来たの。で本当はYouTube で有名なヒカルさんの歌が歌いたかったの。はい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 、俺はね、はいはいはい、でそれがジョイサウンドの方にしかないんだけど、なるほどなるほど。で今日もそうなんだけど、
あのダムの方に案内されたわけ、うん、だからまあねえなと思ってしょうがないからじゃあ水木奈々でも歌おうかと、うんうん、で曲入れるじゃん俺が、うんうん、って言って、うん、たら歌おうかなってしたらその友達がよ反応してもうマイク離さなかった。あもうハマってしまったからね。そうだから、うん、じゃあもう一曲ぐらい入れちゃえって言って入れるじゃん。したらもうそのまま突っ走ってずっと自分がそれを紹介しちゃった、ね、方面にね。だからもうそれ覚えちゃって、覚えて、だからただ全部が全部はやっぱりちゃんと覚えてなくて、なんかイントロ聞いただけじゃちょっとうーんって、うんうん、歌詞が出るじゃん最初の、うん、た瞬間にもう、あ、もうスイッチ入るからね。スイッチがいきなり入って、なかなかすごかった。なんか話がだいぶずれてきたんだけど、全然1周年関係ない。全然1周年とりあえず今回言いたいのは、うん、遠出をしていこうかということです。いいですね、はい、遠出を、その遠出って言ってもまあ多分九州内で終わるんだけど、あはははは、でも九州内、まあまあまだ九州内で、熊本ないかもし、熊本の中だけかもしれないけど、まあそれでもちょっと飛び出して、飛び出してその九州の中で、九州内で、うん、でちょっと、撮影をして回りたいなと。なるほどなるほど、うん、もうそれを3周年に向けて、そう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 、やっていこうかなと思ってます。もうそのうちその3周年4周年もやったらもう日本国内ね、もしかしたらもう。外に行くか世界に行くかもしれない。いや世界、うん、ちょっと海外も行ってみたいですけどね、規模がねどんどん大きくなるとね、うん、どうしてもこうみんなに、うん、あの認知してもらわないといけないんで、うんうんうん、あの頑張ってやっていきますので、ね、はい、うん、また今年1年よろしくお願いします、はい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 、ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい、はい。